今回はビザンツ帝国イスラム戦争を解説するよ。ハールーン・ア・ラシードは786年にイスラムのカリフとなり、600年頃にアラブ人に破壊されたビザンツ帝国の都市タルソスの再建と防備を命じ、帝国からの侵略に備えてハダスに要塞を建設した。797年にア・ラシードの軍隊は帝国の都市エペソスとアンキラへ進撃した。帝国の女帝エイレーネは778年から783年のビザンツ帝国イスラム戦争の休戦協定で合意した。付加金の支払いを再開せざるを得なくなった。エイレーネが支払いを再開したのは、自分に対する軍部の反乱を未然に防ぐために帝国軍の力を意図的に弱めようとしたからである。そのせいでエイレーネの軍隊は規模と力で勝るカリフの軍隊に太刀打ちできなかった。今回の解説は以上となるよ。最後までご視聴ありがとうございました。